ていうかさ、わざわざ遠出して初詣に行く必要ある？近場で済ませてもよかったんじゃない？せっかくなら人の多い都心より海の見える穴場の神社に行く方がいいでしょ。忍ぶはスタジオにこもりがちだからね。せっかく振り袖着てるんだし、遠出した方が楽しいじゃん。まあ確かに冬休みに入ってから土蔵に入り浸ってたし、いい気分転換にはなるかな。そうこなくっちゃ。それにしてもあの手紙は結局誰が何のために出したのかな。ただのいたずらでしょう。元旦から人騒がせな。本当に宇宙からのメッセージだったりして。それならそれで他の人を頼ってくれ。私は宇宙の平和を守るヒーローじゃないっての。なんだかんだあったけど、みんなあの手紙への興味はほとんどなくしてるみたい。これで一安心かな。なんだか安心した顔ね、キョウコ。え？そう？気のせいじゃない？危ない危ない。せっかくみんなの興味がそれたんだし、疑われないように自然に振る舞わないと。みんなと初詣に行くのが楽しみで浮かれてるのかもね。京子って意外とこういう時子供っぽいわよね。ところで京子はあの手紙に何の心当たりもないのよね。ああ、あの手紙？当然でしょ。知らないよ、あんな古い手紙。ふーん。初詣のために並ぶ人の行列、なんだかライブ会場の入場列みたいじゃない？ほんとだ、いいね、お正月ライブ。いつかやってみたいな。その時はいい会場を押さえてみせるわ。ファンのみんなに私たちのパフォーマンスを届けて、一年の初めから盛り上がってもらえたら最高だよね。京子が言うと冗談か本気かわかんないんだよな。私はいつだって本気だよ。京子らしい。案外近いうちに実現させちゃうかもね。さて、初詣も済ませたことだし、みんなで海を背景に写真撮らない？いいわね。神社の裏に絶景スポットがあるらしいわよ。その前に飴湯飲んでいい？寒くて体が冷えちゃったよ。じゃあ私もそうしようかな。京子はどう？私は先に海を見に行ってくるから、みんなはゆっくりしてから来てよ。ん、了解。風に当たりすぎて体冷やさないようにね。うん、それじゃあまた後で。いい景色、ここまで来た甲斐があったね。あの手紙どんなことを書いたんだっけ。他人に見られたくない内容なのはなんとなく覚えてるんだけどな。いい景色ね。え、そら、こんな静かな海を見るのは久しぶりだわ。そうだね、来てよかったよ。誘ってくれてありがとう、エソラ。感謝するのはまだ早いんじゃないかしら。え？どういうこと？これからあなたには真実を話してもらわなくてはいけないから。真実？エソラ、何を言って。単刀直入に言います。あの手紙を書いたのは京子、あなたですね。